延べ、高大輔は、広島県呉市出身の元プロ野球選手。瀬戸内高か,から2006年に、オリックス・バファローズに、高校生、ドラフト一巡目で指名された。長身で、左投げのサイドスローということもあり、ニックネームは、瀬戸内のランディ・ジョンソンである。1年目の2007年は、まだ体の線が細いこともあり、体力強化に勤しみ、1、 二軍通じて公式戦登番はなかった。2008年に二軍で初登板するも、請求難に苦しんでいた。しかし、2010年の春季キャンプで岡田明信に抜擢され、一時キャンプでは MVP ももらう。その後オープン戦にも帯同し、二試合登板で防御率0 0, 0と開幕一軍入りも考えられたが、 3月15日に非公式に行われた西部との練習試合で大乱調し、2軍落ち。その後も1軍への昇格機会がないままシーズンを終えた。同年11月16日、左肘の内側即副靭体再建手術を行った。2011年11月9日に戦力外通告を受け、 同年12月2日に育成選手として再契約したが翌年の10月4日に再び戦力外通告を受けた。10月31日に自由契約工事。左のサイドスローから時速140キロメートル台中盤のストレートを投げ込む。このストレートは本人が日によって変化が違うと述べるように不規則な変化を持ち味としている。請求力は あまり高くない。ありがとうございます。